ブッダ18、ブッダの息子、トイレで寝たラーフラ。ラーフラは9歳で父ゴータマブッダの教団に入り、教団の初めての少年僧になりました。その時父ゴータマブッダから思いがけないことを申し渡されました。ラーフラ、お前にはこの教団の中の一人として過ごしてもらいたい。父と子であっても普通の親子のようには過ごせないのだ。こちらはサーリープッタ、知恵の第一人者だ。こちらはモッガラーナ、この二人は今日からお前を導く先生だ。私がお前を教え導くと親子の情にほだされ、きちんと指導できないだろう。その点、サーリープッタとモッガラーナなら信頼できる。二人はお前の良い先生となるだろう。サーリープッタです。モッガラーナです。よろしく。ラーフラです。よろしくお願いします。ラーフラだけでなく、指導する側のサーリープッタとモッガラーナも不安でした。それまでのカピラ国の王子としての暮らしとまるで逆でした。自分で自分の食べるものを宅発して歩いて得る。初めは辛かったし、よく泣きました。そんな暮らしの中で、私は一しか戒律を守るようになりました。それは僕が祇園長者に住んでいたある夜のこと。僕は長者の房舎にいて、夜の瞑想をしていました。悪いが、お前の部屋は俺たちのもんだ。先輩に譲るのが戒律だろう。わあ、僕はどこへ行けば。知らねえよ。部屋はいくつもあるだ。自分で探せ。どこへ行っても後輩の僕は譲らなければならない。行くところがない。おまけにすごい雨だ。祇園長者の中を少し歩いて、あそこは大丈夫そうだ。屋根があるし。そこは屋根の日差しが広くて雨が当たりませんでした。はあ、ここなら眠れる。どれぐらい眠った頃か、声がしました。誰かに呼ばれた。起きてみると、ラーフラ、お前どうしたんだ。どうってここで寝ている。お父様のゴータマブッダでした。とうとうお方、僕の部屋は先輩の皆さんが使うことになりました。お前の部屋は他の者が用意してくれなかったのか。はい、部屋はたくさんあるから他の部屋へ行けと言われて、でもどこにも。誰もお前を自分の部屋に泊めてくれなかったのかい。新入りは先輩に譲らないといけないので頼めません。ラーフラ、戒律は守らなければいけませんから。僕は尊いお方の部屋に連れて行かれました。今夜は私の部屋で眠りなさい。え、とうとうお方、いいのですか。いいのです。ここでお眠りなさい。とうとうお方、ありがとうございます。ラーフラ、お父様とお呼びなさい。今夜だけは、厳しい戒律を守ることが大事と思っていた。間違っていた。お前を危険な目に遭わせてまで守る戒律なんて。お前をそんな目に遭わせたのはこの私。
許してくれ。お父様、このままだとこの子は具足戒を受ける年齢が来るまでずっと他の修行僧から慕われて粗末に扱われてしまう。年少のものを大切にする戒律を作らねば。翌朝、ハーリープッタ、具足戒を受ける前の少年僧や入門たてのものを世話する係を設けようと思うのだ。尊いお方、それは教育係とは別で新たに設けるということでございますか。そうだ。昨夜、他の教者からこの祇園長者に移ってきた者が多くて、部屋が暴れてしまった者がいると聞いています。ラーフラは昨夜部屋がなくて私のトイレの前で眠っていました。え、トイレの前で。これも世話する者がいないせいでこうなったのだ。先輩に遠慮しなければならない戒律で外で寝る羽目になったというのだ。そうだったのか。指導係の私も知らなかった。雨季だから外では寝られませんよね。だから世話係をつけて年少者と入門たての者の安全のための戒律を加えなさい。はい、わかりました。我が子をよくもこんな目に遭わせたらどこのどいつだ。ラフラを追い出したとは許せん。尊いお方からこんな風に怒りをぶちまけられるかと思ってぞっとした。ド発展をつく勢いで怒っても仕方ないところなのに、世話係が不在、戒律が不備だったから整えなさいと冷静に言うなんて、尊いお方は本当にすごいお方だ。心を収めて理路整然とっている。尊いお方、さあフラ様は大丈夫でしょうか。ラフラは大丈夫。トイレの前で寝ているのを起こして私の部屋に泊めた時、ひどい目に遭ったと起こることもなく眠ったのを見て、私は怒りかけていたのですけれど、怒りが消えます。静かに淡々と戒律を守るあの子はこの先悟りを得るでしょう。ラーフラはきめ細かく綿密に戒律を守ったことで密教第一と呼ばれ、ゴータマブッダの重大弟子の一人となっています。乱暴をした二人の修行僧にはその後きちんと謝ってもらいました。ラフラ、よかったね。ラフラ、頑張ってよかったね。チャンネルドアノブがお送りしました。